ネゴリファナゴリドということで、1年ぶりぐらい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、オリワオリの、ここブルースカフェで、はい、行いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のゲストは、ブルーカのマスターのイチさんと、はい、キミコさん、よろしくお願いします。そして今日はレナちゃんといつものご来と僕です。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。まあ、まずブルースカフェどうなんですか。とりあえずちょっと休止ということなのか、というかまずみんなすごい気になるんですよ、そこが。確かにそうですね。そう気になってますね。そうみんな気になって、どうなったの。一回僕がちょっと宣言したんですよ、はい、やめますと。はいはい、聞いたことあるんですよ。で、いや本当にでもやめるつもりやったんですけど、いろいろ給付金もいただいたのもありまして、で、ですね、6月いっぱいまでやりますっていうふうに一応皆さんに宣言しました。はい、で、3月いっぱいでモーニングと、ランチの方終了しました。はい、まあ、あとはもう夜の、まあ、予約なり、こういう音楽ライブで、はい、まあ、6月までつないでですね、で、まあ、その後はもう終了かなと思ってたんですけども、周りの仲間たちがどうにかブルースカフェをこれから続けてほしいっていうことがありまして、いろいろと今ちょっとまだあれなんですよ、続けれるかどうかもちょっと分かんないんですけど、違う事業っていうか、まあ、はい、スープ作りでちょっとこれから挽回していこうかっていう新しい試みがいいじゃないですか。続けていける希望が出てきた。希望が出てきた。いや、希望が出てきた。それだけでももちろんそう。で、ここでですか、それとも、ここで、あ、はい、で、そのランチとかモーニングみたいなことはやらないんですけども、うん、はいはいはい、まあ、その、まあ、ここのお店が、まあ、その間こう維持できるなら夜も使ってもらえるし、あ、ライブとかね、うん、うん、またね、皆さんもライブをその時間はちょっと皆さんもよかったら利用してもらえるかなと、ね、ちょっと、あとですね、うちのバイトの子がですね、昨日も やったんですけど、タコスの販売を、タコス、はい、で、まあ、このカフェを、そう、高い、タコスを売ってるんですよ。土曜日、朝から夕方までとか、その時間に、ここでちょっとドリンクも飲めてタコスも食べれる。あ、いいじゃないですか。まあ、そういう箱菓子みたいな感じで、はい、ブルースカフェも、はい、それでちょっと行こうかなと。あ、いい。で、誰かもしここね、こう音楽で利用してもらったりとか、まあ、例えばちょっと、まあ、趣味程度で、はい、まあ、営業許可証くらいはいるんですけど、うん、まあ、飲食の方で、まあ、ここでちょっとみんな集めてパーティーやりたいなとか、はいはい、そういう方がいたら、まあ、箱菓子で、はい、自由に使ってもらって、ここで販売で宣伝しましょう、これは。いや、もうよかった、でも、本当に、はい、もうちょっとね、脇のその近辺から、大事なね、音楽の発信地がなくなると思うんですから、どうかなと。でもね、本当に覚悟決めたんですよ。もうやめるってもう本当に決めて、あ、そう、やっぱ決めないとなんかこう次のアクションを起こせなくて、あ、もう自分でももうどうしたらいいのかお手上げで、まあ、その辺がちょっと皆さんが助けてもらえたんで、そっちの方へちょっとエネルギーを切り替えて、じゃあやっていきましょう。本当にこちらこそ、いや本当に逆に僕ら嬉しかった。今の今までみんなちょっと不安でね、見てたんですよ。そうですよね、嬉しかった。ありがたいですね。で、まあ、その皆さんにこう、まあ、お知らせお披露目できるっていうのが、そのお知らせをするのが、はい、本当は、6月の27日日曜日に18周年、はい、を18周年やろうかと企んでおります。あ、いいですね。すごい、はい、18周年を。18周年いいじゃないですか。はい、で、もう、18周年で皆さんに、来てもらって、はい、僕の師匠、名古屋からゲイリー杉田のグループが来るんですけども、ゲイリー杉田サンバとかね、サンバ、はい。あ、それは楽しそうだね。イベントで、イベントで、で、無料イベントにして、まあ、皆さんに来てもらって、
まあそれはいいで、まあその時にちょっと続けれるだけ続けますと。あ、宣言。宣言しようかな。まあそこでも宣言します。あ、宣言して、はい、まあ。この、あの番組の、なんていうか、あれは配信はだいぶ後になるので、そっちが先になるんじゃないかと。でもそうじゃあまあちょっと続いてる感じの時になりますね。嬉しいね。でも、ちょっとでも長く続けたいなと。ありがとうございますので、本当にぜひぜひ続けてほしい。よろしくお願いします。はい、いやというわけでね、その他、18年今18年やってそんなに なんですね。それ最初の時ってここってどんな感じだったんですか。僕全然知らないんで、そのブルースカフェってできて看板があってブルースやってる店があるなと思ってたんですよ。ランチやってランチやって夜夜見に行って。あ、そうなんですか。夜はもう本当にバー、食事できるバーと、あー、まあ、音楽もやってるよっていう感じの。そうですね、なんかイベントは結構やってるなっていうのは聞いて、例えばね、アコナイとか、まあ、私 の沖縄ナイとか、ね、聞いたことある、ね、ユースここが始まりでございますので。あ、ここが私のホームでございます。あ、そうなんだ。それ何年前だった10あでも ねちょうど5周年のイベントの時にニュースを歌っとるで、だいぶ前、13年前です。あんまり怖いね。13年前ってさ。そうだね。それでもうじゃあずっとそれで 何組くらいのバンドがここで演奏したんですか。もうあの壁に壁にね、サインがある。本当ですね、だいぶありますね、サイン。最初の3年ぐらいはなかったもんね、あれね。そうだね。もう3年ぐらいから書こうかってみたいな感じになって、あ、書きますみたいな。いや、でも、なんか歴史があるわけですよね。歴史がありますね。すごいな。薪ストーブとか、ね、上の天井に隠れてしまったサインもありますけど、ね、そうあるね。あれ、天井に天井にちょっとね、うん。天井前なかったんですよ。前天井なかったんですよね、ここね。あ、天井ない。何もとたの、うん、マンがね。真っ白やったんですよ、白の。そうそうそう。へえ、あ、それがこう、綺麗にされて、で、天井をつけて、窓を二重にしたりとか、いろいろやったんですよ。僕らもあそこ描きたいなぁ。いいですか。じゃあ、僕らもちょっと描かせていただいて。描いたことないからなぁと思って、そうですね、描いてみたいなっていうの。今日帰りにじゃあ、カゴやった。ありがとうございます。来た証が。そうなんだ。今日はね、それで、この、まあ、店もそうなんですけど、まあ、歴史を、でゆうしさんとキムさんの音楽の歴史をちょっと聞いていきたいなっていうところがありまして、僕あの浜松のイメージしかないんです。浜松正直言ってまさに浜松のイメージしかないんです。他にやってるのかなってちょっと思ってたんです。だから見た感じは長渕って言われるんです。あ、それはありますね。長渕好きなんですかってよく言われるんです。でも浜松派なんですね。浜松高校の頃に浜松のファンクラブに入ってます。だいぶですね。はい、だいぶ好きでした。だいぶ好きです、ね。髪型とかもうメガネとかバンダナとかも巻いて。巻いて。高校の時から。はい。まあ浜松。浜松ってそのくらいの時期。もうちょっと上の人なんですよ。ああ、そうなんですね。はい、あの年代的にもね。あ、そうなんだ。それからじゃあずっと。その頃はもうまだ僕は楽器をまだ。あ、持ってない。じゃあ一番最初にが、っていうか僕正直楽器はあまり弾いてるところも見たことない。本当なんですよ。あんまりそうなんですよ。いつもなんか作っていただいて作ってる人なんだと思ってるところが実はそうなんですね。で最初にギターを持ったとか。ギター始めたのが24ぐらい。あ、遅いんですかね。そうなんですね。そう見てた感じです。いいな。いいなって指加えて。いいなみたいな楽器弾いてる。誰かに教えてもらうきっかけがあったとか。っていうかね、そのやり始めのきっかけは、老人ホームって言うんですか、介護施設って言うんですか、うんうん、そこのヘルパーをやってて。あ、そうなんですか。そのヘルパーさんで、おじいさんおばあさんに音楽を提供したいっていうバンドを組むっていう時に、職員バンドで、そうで、ギターがいないからやってって言われて。ギターがいないのも珍しいですね。だいたいギターが他がいるのはそういないから。ギターなかったっすね。でじゃあちょっとやってほしいんだけどって。じゃあ最初に覚えた曲というか最初にそのスピッツでした。あの楽曲が。あ、そうなんですね。スピッツ何をやったの。チェリーでした。おお、やっぱそこは重要ですね。それが何年前になるんですか。24歳とかは今
まあ、年バレちゃいますけど、47だっけ、今47だと思うんですよ。女も20年ぐらい前ですかね。まあ、趣味ですね。趣味、まあ、今も趣味でやってるというか、今もじゃあ今も一緒にやってる。ライブ配信、あ、そう、その話も聞きましたよ。ライブ配信、なんかライブ812っていうアプリがあります。812まあ、ちょっとなんとか7、ああいう感じの、あ、そうなの、なんか視聴者さんが見てて、あ、そうですね。で、そこでこうスタンプで投げ銭してもらえる。あ、そうなんですね。1年になりますね。1年ぐらい、そうだね、1年ぐらい。どのくらいのペースだと。ああね、なんか毎日できるときは毎日やったりもするし、空くときは忙しいと、ほぼ毎日、ね、3日とか、ほぼ毎日は結構すね、毎日ライブ午前中にやって夜にやったりとか、結構すごい空いた時間にもう曲は曲いつも同じだよね、そうね、とかまあ聴いてくれてるリスナーさんからリクエストして、本当にじゃあそれいいですね、普通に僕らが路上ライブやったりとかするとか、ね、そうですね、何人ぐらいとか、僕全然そういうの知らないんであれですけど、何人ぐらい見てたりとか、見てるのは多くて20人ぐらい、まだ人もいるときは多い、もういつも10人前後、そうね、10人前後、まあ、でも固定の方とか、そう、ファンがやっぱり、あ、まあ、1年やってるとね、あ、なんかこう、そうか、顔なじみみたいな人も出てくるし、結構大きいですね、ライブ配信始めてからの、なんかこのつながりと、あ、じゃあ、そういうお客さんが来られたりとか、あります、あ、そうね、そういうつながりあるの面白いですね、見てたよみたいなね、全国からね、からね、言ったら、でもファンの人が来てくれることになるんですね、そうですね、会いに来てくれる、すごい、すごい、生で会ってみたいとかね。あら、一番遠くはどこから見えたんですか？北海道。北海道からここに。そう、特にどうやって来るの？あの、お店がもうすぐなくなっちゃうっていうのもあったんで。あ、そういうのもちょっと話したな。なくなる前に、あの、来たいっていう人がある。うわ、北海道から。北海道か沖縄まで。沖縄まで、はい、すごいっすね。来てもらってね。で、一緒に。そうそう、セッションしたりとか、あ、そういうのいいですね。ここから配信したり、ここから配信してね、一緒にコラボ配信で、まあ、ライバーさん同士だったらね、一緒にやってもらって、歌い手さんがここに来てくれたら一緒に歌ったりとか、歌ったりとか、そうそう、その817でした、ライブ812ね、もっと812で812出せてもらって、そのそれをね、そのなんで812のなんかアプリがいる、そうですね、無料アプリがある、無料アプリ、それ登録して行くと、そう、ブルースユイチっていう名前でやってるんで、あ、そのアイコン探してもらうと検索で出てくるね、あ、そうなんで、それでこうクリックしてもらえれば、あの、フォロー、そうそう、お知らせも来るし、いつも歌ってるわけじゃなくてくだらない話してても、そうそうそう、別に何でもいいんですよ、配信、いや、そうですよね、うん、そうか、音楽だけじゃなくて、その812の中にはもういろいろな話をする中の音楽のジャンル、すごい、まあ、でも良かった、なんかそういう音楽のね、ことをもうやってるのかなとかもちょっと思ってたりもしたんで、まあ、コロナのおかげっていうのもありまして、こういう時間が作れて、まあ、配信もできるしっていう、そうなんだ、音楽はやっぱりずっとやっぱやり続けてる、好きなんで二人とも、逆にここにいる時よりかライブやってるって感じですね、その、だから毎日夜、あ、そうかそうか、いや、一緒に音楽やるっていうのはもう本当にそのコロナから始まって、そのライブ配信をやり始めたことによって、あ、そうですね、すごい演奏一緒にやってるっていう、まあ、じゃあ そのおかげというところもあるんですね、いろんなことがあるんですよ、新しいことにチャレンジできるっていうかね、キミコさんは、はい、そのライブ配信の中ではどんな曲歌ってるんですか？いろいろですね、邦楽、洋楽、洋楽も歌われますもんね、邦楽がやっぱりリクエストは邦楽が多いですね、あ、多いんですね、知ってる曲がやっぱり喜んでもらえる、ね、なんか、うん、ベストっていうか、よくみんなが歌えるような曲が流行ってる曲はやっぱりやると、
だよね。盛り上がるし。そうそうですね。池田さんが一番っていうのは何かあるんですか、ミュージシャン。ミュージシャン、まあ、昔一番これ最初始めたとか、歌い、やっぱり歌を歌われるので結構前からされてると思うんですけど。そうですね。なんか最近だと大人になってからは本当にいろんな音楽を聴くから、これっていうのが大好きなミュージシャンいっぱいいて、一人は挙げれないんですけど、高校生の時とかに、高校生、ホリコールって方がいるんですけど、ホリコールさんがすごいもうずっと聴いてました。なんかホリジャズシンガー、ジャズシンガー、あ、ジャズシンガー、その人が大好きで、高校時代は本当に寝ても覚めても聴くぐらい、ジャズになんかね、すごくハマっちゃって、テレビ番組でたまたまニュース番組だったんですけど、ゲストでホリコール来ていて、歌ったのを聴いて、もうなんか衝撃、声にも魅了されて、でもアルバム全部買って毎日聴いて、そこまで同じ人をずっと聴いたのはその高校時代しかないので、まあなんか誰が好きって言われると一番に上がるかなと思います。ちょっとじゃあ後で聞いてみようかな。正直今は全然イメージわからないんで、何ってされるんでしたっけ。楽器はギターをちょこっと、でもあんまりそんなに人前で弾けるほど、え、人前でやったの見なかった。そうなんです。伝説のサバーズ、サバーズ、サバーズっていう女性2人でやった、あったね、デュオ、そう、ギター2本で、ギター2本で、2人でね、お互いギター弾いて、ギターでなんかこうハモらせて、で、歌も、そう、そういうのをやってた時期がありますね。それなんか残ってないですか、音源。音源残ってない、音源残ってない、残ってないね。残念性があるね。サバーズ、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 残ってないね。サバーズ、これ検索しても出ないですよね。あの頃まだ多分携帯とかが、ああ、そこまでガラケーやもん、ガラケーの、こんな今みたいな感じでスマホでピッてすぐ上げれるような状態じゃなかった、なかなかないですよね。楽しかったですね。仲いい友達と二人でやってたんで。その時初めてギターとか触ったんですか。初めて触ったのは、ということの時、ユージのお家にギターがあって、あっ、で、初めて触って。同じくらいなんだろうね。そうね、23とした、それが。二人でじゃあ、コロ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 、毎回毎回。で、今なるま、今も。今も、今もコロコロ、まだ練習みたいな。今も練習中。一番いい。ね、形ですね、それが。二人で同じ趣味です。そうですね、同じ趣味でね。思い出みたいなのが、ちょっと聞いてきたらなと思う。ライブ、そうですね。そう。でもね、そうですね、だから僕もね、どれが一番できるんですか、失礼なんですけど。本当にね、どのミュージシャン、本当に素晴らしい方がね、素敵な人ばっかだもんね。ジンさんの話とかね、小田井君。そうです、僕らも2度ほど、古代はもう何度か最高ですよね、一緒にやったり、そうなの、一緒にやってくださって、あ、そうだ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 、めちゃくちゃ楽しかった、あの時の動画残ってるからね、あります、あります、あるか、めっちゃ楽しかった、それなんか、え、うちの時君さん声でんくって、あ、そうですね、でんくやろうと声でんくって、2人でそんなの本当になかった、初めて、初めて、リハでやりすぎたけど、もう急に声出なくなっちゃった。本番歌いすぎ。すごい迷惑かけちゃった。じゃあもう今日はね、今日やってもらえる。今日はね、ちょっと、なんかちょっとやらせていただけたらなと思うんで、ぜひぜひ今日も。レナちゃんもここで何度もそのビュースを。ここで育ったんです。レナちゃんはもうあれだもんね。簡単にこうね、来てくれた時、グアバネースっていう、グアバネース、グアバジュースがあって、独身の時にここのお店を見つけて、で私はここね、ここ見つけて、私はもともと沖縄で一人旅でね、いろいろ回って、ダイビングとかするのがずっと独身の時の自分の中のステータスみたいな感じでやってたんだけど、ここで沖縄ナイトをやっとる人がおるっていうので。一緒に始めたんじゃなくて、沖縄ナイトをやってて、もともとやっとる男の人がおって、あ、そ
そういう風なんですね。で、そこに、初めはお客さんとして2、3回ぐらい見に行って、うん、でちょっと歌わせてもらおうかみたいな感じで、うん、初めて歌ったのが沖縄ナイト。その時でも初めて人前で歌ったので、うん、声を上取ったのもし、それが初めてなの？そうそう、ここで？そうなの、今もう全然今やん、今ですよ。ベテランの風を吹かせながら、そうだから、あれよあれよと、バンドに入り、ね、で、そこで数を引き抜き、結婚しちゃってみたいな、ね、全てここに詰まってたんですよ。全部ここなの、全部ここなの、私のパワースポット。今やレナちゃんの知らないお客様いないぐらいの新人ですか、ね、うん、いや絵本なんですか？そうなんですよね。これ、ゆういちさんが書かれたというか、あの絵を担当、そう、絵を担当してですね、はい、これを書かれたのは片足のこのキャラクターなんですけど、片足のない後藤さんっていうファンと、友達が、そうなんです、ここのカウンターで遊びに来てくれてて、でこの絵本を僕は作りたいんだっていうこの、ね、熱い思いが2年ぐらい続きまして、じっとも絵本ができないみたいな。もう僕もカウンターの中にマスターだから、はい、もうちょっと辛くなってきて、もうやりましょうよ、やろうって。もう言っとってばっかりじゃ、確かに。もう2年も経ちましたよ。で、形にしましょうって言って始まったのが、これも10何年前 ?12年前。12年前。手作り絵本から始まったんですよ。で、初めは、そうそう、でペラペラあのプリントですってね、はいはいはい、手作りで、手作りの絵本して止めてっていうやつだったんですけど、製本にしたいっていう話が出まして、はい、僕行ったんですけど、それこれが4年、3年ぐらい前ですか、そうね、3年ぐらい前に製本家になりまして、はいはいはい、あ、書籍化されて、文芸者から、はい、文芸者さんからちょっとここの店入ってきて、あの絵の前で今日は撮影しようかなと思って、ね、あの絵は何ですかって言ったら、ゆさんが作られたと、そうしかも描いたっていうか、近くで見ると分かるんですけど、毛糸こう、なんか毛糸で張り合わせたっていうか、そうですね、1本ずつ、もちろん小さい本もさ、本もあるんですけど、ですね、この、 あのキャラクター、はい、初期の頃のキャラクターの絵なんです。そうなんですね、はい、すごい、そう障害を持った方が出てるんで、キャラクターに、はいはい、だからちょっと手がなかったりとか、車椅子とか足がないとかいう感じで、はい、まあ分かんないですよね。いやでも、でもよく見るとあれ手ないみたいな。そうか、ゆうじさんもともとそのヘルね、あ、そうですね、妹が知的障害者で、まあ、障害を持った方と触れ合う機会があって、でここのお店も、まあ、そういう障害者の方が来られるようにっていう、まあ、親さんの意向もあって、奥田町でそうバリアフリーの店を、あ、そうなの、でトイレも広く、そう、車椅子、そうです、もっと広いですね、それは車椅子で入れるようになるべくフラットに作った、あ、はい、そうなんですか、はい、それであのその片足の後藤さんが遊びに来てくれたんですよ、みんなで、あ、その新商の方の方を連れ出してね、それがご縁のきっかけで、あ、でチャリティーライブとかもそういう活動をやりながら、はい、まあ、こういうことになるんですけどね、これもでもずっと死ぬまで、死んでも続けたいと思ってるんで、まあ、これもうずっと押してます、あのライブ配信でも、そうなんです、ね、みんなに応援してもらって、ね、これはね、皆さんにも手に取っていただきて、うん、大体読んでいただきたい、いろいろなんか学校とかにも、そうですね、公演行ったりとかで、まあ、そうなんですね、PKとかに、はい、PKさんに呼ばれて、PT もう PT やってるなとか、そういうのはね、そうか、結構呼ばれて、後藤さんがね、その命の話とか、そういうご縁があって、なんか、助け合いも、なんかこう、見つつ、たれつつ、ね、なんかできることでやれたらいいなっていうので、いろいろな活動されてますね。これ、ブルース雄一って書いてあるんですけど、まあ、ブルースはあの、ブルースやってるんですか？そういえば僕すごい、そこもこの店の名前も、そう、僕最初見た時のブルースカブス、ブルースやってる人は僕には関係ないなと思ってたんですよ。僕ブルースあんまり分かんないから、僕もそんなに分からないんですけど、一番初めそのゲイリーさんのところで僕修行したんですけど、はい、そのお店が黒人のライブハウスやったんです。黒人さんがモータウンの、はい、モータウンサンズゲイリーズっていうのが今ないんですけど、
そこで黒人さんが1日5回ぐらいの40分ぐらいのステージを、まあ、見ながら僕仕事してて、でその黒人さんのスタッフっていうか演奏される方が、まあ、終わってその、まあ、みんなこう終わりました使いましたねって言って乾杯ってやるときにブルースを歌うんですよ。なんかお祈りして今日は一日お疲れ様みたいな、はい、でそれにこう乾杯してからブルースをやって、その時僕はブルースハープを吹いてたんで、あでうちうちって呼ばれて、でそこでブルースをやってる中に、まあ、キーが あるじゃないですか、はい、ハープで、それでハープ吹かせてもらって一緒にお疲れさんみたいなことを、はい、でそれでなんかブルースとはみたいな話になって、あ です、ね、その中で中でね、うん、あのゆうちよく聞けと、ブルースとは、はい、あの会話と同じだっていう、はい、うん、その楽器を持たなくても、はい、こうやって会話することがもうすでに音楽なんだっていう、で僕たちはブルースって言うけど、これはジャンルがロックでもあり、はい、ロックの人たちもみんなロックで集まって乾杯ってやってロックを弾くんだって、はい、だそれはもうみんな共通、はい、全部会話だから音楽は一つだよっていうことですよ、ね、大きくな意味で、そうジャンルは違えどその人たちの好きなジャンルの音楽をやってる、はい、そこにみんなが集まる会話をする、それが全て音楽だよっていうのを教えてもらったんですよ。なんかかっこいいな。そうで、だから僕はブルースっていう、まあ、その曲が好きとかじゃなくて、その、うん、たまたまやったのがブルース、うんうん、でその黒人さんに出会えてそれを教えてもらったので、あブルースって、うん、ただそのつけてここのお店で名前もブルースって言ったら、日本でブルースなんちゃらっていう歌が多いじゃないですか、うん、あ色彩のブルース昔の、うん、そう柳瀬ブルースあーで、まあ、ブルースって、まあ、年配の方もこうよく聞いてるから、はいはい、まあ、ブルースカフェにすれば、まあ、覚えやすいかなっていうのがあって、あ、うん、でもちろんおしゃれな考えたんですかね。おしゃれな名前考えたんですか。考えたんですか。でもブルースがやっぱ一番そうね。そうなの。僕がちょっとじゃあ、固定観念でこう見すぎてた。でもね、そうやって聞かれる方多かったんですよ、うんうん。ブルースやってるのって聞かれて。でもそこまでブルースできない。いやでも黒人の方から直接もうご指導で、ね、ブルースを叩き込まれてるじゃないですか。それはもうブルース雄一での正解ですよ。いやでもそのブルースでもその有名な曲を歌うんじゃなくて、その人たちはその今日の出来事とかをこうみんなと分かっちゃうために、あのみんなそれぞれ歌っていくって感じです、ね、フリースタイル、まあね、そうフリースタイルなんですよ。そのなんかブルースってこう3コードじゃないですか。もうそれだけが決まってて、そこにこう自分の今日の思いを乗せる、思いを乗せる。こんな今日の最後はブルースやるしかないです、みんなでお疲れさんの時にやるしかないです、即興でね、即興でね、そういう感じで、じゃあみんなスリーコードでいきますから、怖い怖い即興怖いですね、だから怖いね。ブルースハープもあの勉強するなって言われたの。あ、じゃあ僕正解や、よかった読んだことないの、そう、あとなんかすごいそれって言われました。あ、もちろんそうなんですか。俺勉強しなくていいですね。さんに、はい、そうテクニックじゃない、はい、テクニックなんて後々ついてくるんですよ。あー、いいこと言った。でもやっぱ一番大切なのは自分の気持ちが音に出るだから、気持ちがね、そうなんか上手い歌じゃないっていう、師匠ついてきますか。いやでもそうやって言われました。でも気になりますよね、うまくなりたいし、ちょっと議論の方が何もしたこともあったけども、もう捨てますよ、うん、でも勉強しなくていい、ありがたいって、もうみんなでコミュニケーションしとる間にこうどんどん聞けるようになって、うん、そう勉強しない方がいいよ。じゃあ今日テクニック覚えなくていいっつってやりましょう、2人で2人でブルースアップ出すんで、ちょっと3コードみんな弾いていただいて、すごい楽しみ。じゃあブルー交流していきたいですし、今日また今日ね、もう本当にあまり深く話が掘り下げられて、トビキムさんも全然喋っていただいてないので、またちょっとね2時間番組で来週2時間になりますね。ぜひお願いしたい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう今日ではこの後ね、それライブ、はい、楽しみください。ちょっとやりましょう、はい。とりあえず今日はこの辺で、はい、どうやって締めるかちょっとよくないけどね。ああ
今のもう分かります歌。今の歌。ネホリファー。ネホリファー。ネホリファー。ここで。ありがとうございます。いや本当